お一人ずつご挨拶を頂戴します。まずは天海祐希さんです。天海さんはこの映画で節約をモットーとする主婦後藤敦子さんを演じました。天海さん、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは、天海祐希です。今日はお集まりくださりありがとうございます。私はですね、この老後の資金がありませんの映画の中で、節約に励む、そしてアルバイトをし、老後の資金を貯めて、頑張っている敦子さんという主婦を演じました。ちょっと頼りない家族たちと、そして自己主張の強い、娘頼りない旦那と、そして女の方が強い方々ね、うちの家族は、はいはい、そんな楽しい家族と、強力なお母様と、戦いながら楽しく、なんていうんですかね、すごく素敵な方向にお話が進むんですけれども、そんなハッピーな映画が完成いたしました。毎日今ね、コロナが起こりまして、この数年皆さん大変な思いされていると思います。今もまだ大変な思いをしている最中ですけれども、少しでもこの映画を見ていただいて、ハッピーな気持ちになっていただけたらいいなと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。なんて言うんだろう、すごく気さくに皆さんのなんか気を使ってないようで気を使ってないようでって言ったら失礼ですけど、そう本当にね、いい雰囲気だなと思いました。はい、先ほどね、草笛さんが歯の話なさってましたよね。マムシさんと草笛さんのシーン、本当に印象に残るシーンだったんですが、あの歯が、あれ言っちゃっていいですか？本当なんですか？スクリップバッと出るのかと思ったら死んだ方がマシだと思った。そんなことだって、本当に歯が本番でポロッと抜けたんですよ、一番前のこの辺が。これすいません、なんかノリなんかしらって言ったんですよ。そしたらそのまま取らせて、そのままって言われて、なんていう監督さんだろうと思ったら私の一番醜い顔をあの大きなスクリーンでアップで撮るなんてね、今まで私何十六七十年やってきたのに、こんなこと初めてなんですよ。でも撮らせてあげちゃったね。マムシさんまたそっくりでね、ひどい顔っていうとなんかマムシさんの方がひどいみたいになっちゃいますけどそっくりなね。いや、俺もね、撮影現場でね、はい、まあ一応、現場で最初に会ったんですよ、初めて。と、あ、これがいるなと思ったぐらい驚いて、いや驚いて、撮影の2日か3日あったんだけどね、その姿しか草笛さん見てないんですよ。こういう姿見てないの。だからまあ汚ねえババアだなと思って、そういう印象で撮影終わっちゃったのよ。じじいよ高い人だ、ね、三つしか違わない。それでそういう意味でね、こういう格好は本当はね、草笛さんなんだけど、なんていうんだろう、度胸の良さにはね、ゆきさんね、よくやった。本当です。でもね、歯抜けて嫌だったっておっしゃったけど、うん、もういいわこれでっておっしゃってましたからね、もう腹をくくった。そしてね、かっこいいです。で、ちょっと私シーン毒マムシーズって呼んでるんですけど、お二人双子のように。で、そのちょっと私もちょっと衝撃的で、草笛さんに面と向かって、これからお芝居するのに、ちょっと草笛さんすいません、一回笑わせてもらっていいですかって言って、正面向いてちょっと笑わせていただいていや、だってこらえられないでしょ。だからちょっと、あ、はい、笑いました、ありがとうございます、これから笑わないようにしますって。もういいわ別に。それもまたかっこよかったですか、ね、もう腹くくりましたよ、ね、一番私が今まで出したことのないスクリーンでその顔を映っちゃうんですからね、アップで。そうです、ね、あ、これ私もう女優おしまいだろうなそうそう、もうどんな格好しても気品がありますから大丈夫です。草笛さん、あなたそばで笑ってばっかりだったはい、笑いました、笑わせていただきました。中世ヨーロッパの貴婦人って呼んでるんですよ。あ、こんなにね、日本人離れされた中世ヨーロッパが日本人ですよ。そうですね、本当にこんな素敵な方、品格のある方いらっしゃるの。そんな嘘ばっかり。随分と語り尽くしてしまいましたけれども、本当に今
日々大変な思いをされている方、されていた方いらっしゃると思います。皆さんお一人お一人にお声をかけることはできませんが、私たちの思いが詰まった映画が完成しました。そして1年の、1年延期を経てやっと皆様にお届けすることができます。これが本当に私たちの、皆様へのなんて言うんでしょうね、励ましというか思いが伝わるといいなと思っています。映画を見てちょっとちょっぴり泣いて、そして笑ってハッピーになっていただきたいと思っております。老後の資金がありません。10月30日から公開いたします。ぜひ劇場に足をお運びください。本日はありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。